こんにちは、ラチです。今回はですね、こちら革命政治の画家ジャック・ルイ・ダビットご紹介します。ダビットって誰って人もこの絵なら見たことあるんじゃないでしょうか。はい、ナポレオンの絵です。今回ご紹介するダビットっていうのはナポレオンの画家として活躍した人なんですね。このフランス革命の激動の中を生き抜いた新古典主義を代表とする画家ジャック・ルイ・ダビット、今回はこの人をご紹介していきます。ちなみに前回のドミニク・アングル、この人は今回のダビットの弟子にあたる人なので、もしよかったら合わせて見てみてください。ということで今回のトピックは2つです。1つ目に、どんな人なのか年表をさらっと解説していきます。そして2つ目に代表作サンベルナール峠を越えるボナファルトを見ていきますので、ぜひ最後まで見てみてください。さあ、例のごとくザザーッと年表を書いていきましたので、1個ずつ見ていきましょう。まず1748年フランスパリに生まれます。大変な時期ですね。お父さんが9歳で亡くなってしまいます。戦争で亡くなったんですって。でそれでおじさんの元で育てられるんですが、このおじさんが芸術に関心がある人だったんですよ。ロココ画家のね、大家としていた人だったみたいなんですね。でそれの下で育っていくので、ダビットもね、だんだん画家になりたいって思うようになったんですって。でそれでおじさんがこのフランソワ・ブーシェという画家を紹介してもらうんです。この人はロココ美術、その新古典主義の前の世代のロココ美術を代表する画家ですね。ただこのブーシェはすでに50を過ぎていたので、このブーシェの友人であったジョセフ・マリー・ビアンという人に結局ダビットは支持していくことになります。このビアンっていう人は新古典主義の画家であり、後にルイ16世の宮廷画家になる人なんですね。さあ、ここで何回も出ています新古典主義の解説をしていきます。新古典主義って何かっていうのを一回まとめてからね、ダビットの話をしていきたいなと思うんですよ。というのもこれね、芸術派閥、一つの芸術派閥なんだけど、ものすごく政治と複雑に関わっているっていう、ちょっとね、めんどくさいところがあるので、そこを解説していきます。まず新古典主義というのは革命時代の芸術の潮流です。どういう芸術だったか、バロックやロココに反発してギリシャ美術を模倣した、それが新古典主義です。バロックやロココっていうのはこういう感じですね。スポットライトを浴びました、ステージの上で浴びました、演劇のステージですっていうようなバロックと、ディズニーランドの世界ですかっていうような世界のこう優雅な感じを描いたのがロココ。この2つに共通する装飾的、そして官能的、ここに反発していくのが新古典主義なんです。じゃあ何をオマージュ、何を模倣したか、ギリシャ美術です。すごく固めの厳かで秩序的なところ、そこにフューチャーして新古典主義というのは確立していきます。ちなみにロココ美術というのは王室のね、豪華絢爛なものを指していることがあるので、そこから反発した、要するに、ね、革命時期の新しい芸術ですよ、ということで新古典主義というのは誕生していきます。そしてもう一つ、政治的潮流も複雑に新古典主義は絡んでいくこととなるんですね。政治的潮流っていうのは王室に反発して共和制に傾く、そういう政治がありましたと。王室っていうのはベルサイユ宮殿を作ったルイ14世、こういう時代です。でこの豪華な王室に反発して、いや違うんだと、君主制じゃない、もうこれからは共和制で俺たちは行くんだ、そういうふうに革命の一派が登場してきたっていう時代なんですね。ちなみにこの共和制の話、共和制と美術史の関連っていうのはちょっとね、私ラジオの方でちょっと話をしたんですよ。そんな美術の時間の、ギリシャ・ローマ神話編っていうね、こうシリーズをやらせていただきました。その時にヨーロッパが共和制に傾いた時、必ずギリシャの共和制を掘り起こすんだよ、そういう話をしました。そしてギリシャの政治を掘り起こすと同時に、ギリシャの哲学とかギリシャの神話、ギリシャの芸術というのがフューチャーされていく、共和制になるとギリシャがフューチャーされていくんですね。だからこの政治的にもギリシャをオマージュしていく、新古典主義としてもギリシャをオマージュしていく、
そういうふうに流れていきました。だから政治的に活動している人たちはこの新古典主義、芸術的にギリシャをオマージュしている人たちを活用していくんですよ。で、俺たちの考えは正しいっていうことをビジュアルで表現するために新古典主義の芸術家が使われていく、そういうことがありました。だから新古典主義と一口に言っても画家一人一人を見てみると必ずしも共和制ではないっていうことをね、まあ一つね言っておかないとなと思います。現にねこのダビッドの先生であたるヴィアンは後に宮廷画家になりますよね。そしてダビッドの弟子にあたるアングルも自分は共和制なんだけどパトロンは違いましたよね。だからね新古典主義っていうのはそういうふうに当時の政治と芸術っていうのが複雑に絡み合った芸術派閥なんだよっていうことを押さえておきます。ただそんな中でもこのジャック・ルイ・ダビッドは芸術の渦にも政治的渦にももうど真ん中の中心にいた人物ということで、まあ、歴史に残っている画家かなと思います。ということで、戻っていきましょう。まだ1段目しか話してないのでね、2段目からいきます。1774年、当時若手の登竜門であった王立アカデミー審査していますローマ賞、これを獲得していきます。このローマ賞を獲得し5年のイタリア留学を国の予算で行けることになるんですね。このイタリア留学でダビッドはその本場のイタリアのギリシャローマ彫刻というのを目の当たりにしてすごくね自分の作風に落とし込んでいくことになるんですよ。この前のローマ賞を獲得したこちらの作品なんかちょっと嘘っぽいでしょ。でこれがだんだんね秩序的な作品に変わっていくということなんですね。さあそして1784年、王立アカデミーの会員になりました。ローマ賞も獲得しました。王室から受注を受けるようなそれぐらいキャリアを積んでいきます。ダビッドがルイ16世から2つの作品を受注することになりました。この、ホラディウスの作品と、ブルータスの作品、これをね納品するんですよ。この2つの作品どちらもギリシャの歴史画なんですね。だから革命の一派である急進派がダビッドを支持するきっかけにもなった作品なんですよ。だってさ共和制になりたい革命派の人たちにとってはギリシャをリスペクトしてるわけだからギリシャを描いているダビッドもリスペクトするんです。ああなんかこの人はホラディウスとブルータスの画家だ、俺たちの味方だ、そういう風に歌っていくことになります。もちろんルイ16世はそんなつもりないですよ。ルイ16世にとってはその当時のね絵画ジャンルっていうのは宗教画、歴史画というのがジャンルとしては最高峰だった。だから自分にふさわしい権威のある題材、歴史画、それをお願いするんですね。そういう複雑な、それぞれの思いが複雑に絡み合ったこの分岐点がこのブルータスの作品とホラティウスの作品に当たっていきます。そしてだんだんダビッドもこの辺から革命の思想が芽生え始めていくということなんです。ここからダビッドが政治的にもかなり活躍をしていくんですね。1791年テニスコートの誓いという、革命派の一大行事を作品に落とし込んでいくことになります。テニスコートの誓いというのは、宮殿の近くにあったテニスコートに第三身分である、市民の人たちが集まって俺たちが君主制を変えるんだ、これからは共和制の時代なんだ、憲法を変えるぞって言って誓ったっていうね、その一大行事っていうのが行われたそうなんです。それをビジュアルとして残していったのがダビッドっていう、そういう立ち位置なんですね。ちなみに革命派と一口に言っても革命派の中にもいろいろあります。もうちょっと温厚に進めていこうよっていうジロンド派、いやもっと強行突破していかなくちゃいけないんだっていう過激的なジャコバン派、ジャコバン派にダビッドは入っていくわけなんですけど、ジャコバン派はね恐怖政治、ギロチンとかの地にやっていくような人たちにあたります。でこのダビッドっていうのは、革命の行事もするし、この革命派の中のジロンド派とジャコバン派の対立も絵にしていくんですよ。その代表作がこちらのマラーの詩です。マラーさんっていうお医者さん、これがジャコバン派の人です。
そしてこの人がジロンド派の一人であったシャルロットさんに刺し殺されてしまった。この事件をまるでキリストのようなこう聖書の一部であるような感じでこう絵に収めましたよっていう、そういう風な絵を描いていくんですね。でダビッドっていうのは政治の活動を絵の力でめちゃくちゃバックアップしたよっていう画家になるんですよ。はぁと、こんなに政治に加担した画家いないんですよね、という人になっていきます。その後も自由の祭典とか最高存在の祭典なんかにも活躍していって、でそこの芸術の総監督とかをしていったり、こう絵にね残していったりとかしていくことになります。さあそこで出会ったのが、さあいよいよ来ました、ナポレオン・ボナパルトです。ナポレオンはダビッドのことを、いや政治の時代にこんだけこう渡り歩いた生き抜いた画家はいないっていう風に一目置くんですね。だから自分の大事な肖像画とか大事な戴冠式っていうのをダビッドに任せる、そういう風にやっていったわけです。さあこんな風にダビッドはね、まあ政治の渦のど真ん中にいながら画家として活躍するっていうキャラクターなんですよ。最初はルイ16世から始まりました。ルイ16世に依頼された作品っていうのを描いていきながら、だんだん革命思想が起こっていって、革命の活動をしていく、そして後に君主になっていくナポレオンについてナポレオンの絵を描いていくっていう、もう本当に激動の時代を中心にいた画家っていう風になっていくわけなんですね。ただそのダビッドも晩年は息を切らしてしまいます。何かきっかけはナポレオンの失墜です。2回の島流しにあってナポレオンは失墜してしまいました。それと同じくしてダビッドも現在のベルギーに亡命してしまいます。そしてベルギーに亡命した後のダビッドは政治に全く口出しをしないで、ね、ベルギーにいて神話画とか友人の肖像画を描いて晩年を過ごすこととなったそうです。この激動の時代、新古典主義の中心にいた人物の末路というのは、新古典主義から画風からも離れて、まるで一昔前のロココ様式を思わせるような優美な作品というのをどんどん残していくというふうに人生の終止符を打っていくことになりました。さあそんな革命の時代に生きた画家、前世紀の作品代表作見ていきましょう。サンベルナール峠を越えるボナパルトです。こちらの作品ですね。荒れた山道に白馬に乗ってポーズをとっているボナパルトの作品、まあ、すごく象徴的な作品ですよね。ボナパルトとしてはこの作品を政治的にもイメージ作りとして使っていったので、まあ、かなり脚色も多いというのがこの作品の特徴になっていきます。例えば足元に文字が彫ってあるんですね。名だたる名将をこう文字で彫ってあるんです。ハンニバルとかカール大帝とかで、それと並んで自分の名前ボナパルトっていうのも書かせるんですね。俺はそれぐらいすごいと、そういうイメージ作りをここでしています。でまた峠を越える時は別にマントも着ていなかったし、白馬にも乗っていなかったんだけど、まあ、こっちの方がかっこいいからと、こっちの方が市民の支持を受けるだろうということでダビッドにこういうふうに描かせているわけなんですね。今の政治家の人もそうですよね。イメージポスターってさ、なんかちょっと明るいところでニコッとしながら誰々ってすごいでっかく書いてこう書いてありますよね。そんな位置づけだったんだと思います。でこのダビッドの作品も後押ししながらも、ボナパルトは後に国民投票でフランス皇帝になっていきます。ボナパルトの成功もダビッドが一役買っているのではないか、そういうふうに思わせる作品がこのサンベルナール峠を越えるボナパルトでした。さあいかがだったでしょうか。もう激動の時代を生きた激動の画家でした。こんな風に聞く美術館ではアートの話とかデザインの話とかもしていきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは